金沢天文ホールです。まもなく午後6時より、天井のシャボン玉によるアートパフォーマンス、大町真嗣、メモリアルリバースを開催いたします。ただいま、シャボン玉マシンのテスト中です。開催中、写真、動画の撮影はご自由ですが、フラッシュを使っての撮影、また三脚のご使用はご遠慮いただきますようお願いいたします。なお、シャボン雪で足元が滑りやすい場所がございますので、足元には十分お気をつけいただきますようお願いいたします。パフォーマンスが始まりましたら、向かって左側の階段から上の方に上がってご覧いただくのも可能です。階段を上がりになる際には足元に十分お気をつけください。メモリアルリバースへお越しいただきありがとうございます。メモリアルリバースは通常のシャボン玉によるアートパフォーマンスです。パフォーマンスが始まる前、一旦照明が暗くなりますので、足元等には十分ご注意いただきますようお願いいたします。パフォーマンスが始まりましたら、向かって左側の階段から上の方まで上がって景色をご覧いただくことも可能です。降りる際には右手の手枠から降りてください。なお、使用しているシャボン雪は口に入っても無害なものですが、目に入って心配する場合などには、すぐに体を洗い流してください。そ
配送の場所はお近くの黄色い T シャツのスタッフにお尋ねください。開催中、写真、動画の撮影はご自由ですが、フラッシュを使っての撮影、また採血の使用はご遠慮いただきますようお願いいたします。それでは、このパフォーマンスの作家である大巻真理さんをご紹介いたします。では大巻さん、お願いいたします。皆さんこんばんは、作家の大巻真理です。よろしくお願いします。この、昼間も見ていただいた方もいるかと思いますが、このメモリアルリバースという作品は横浜トリエンナーレ2008年、タイムクレパスという、タイトル の展覧会の時に、始まった作品です。横浜初 の横浜から始まったパフォーマンス、久しぶりにアートパフォーマンスとして、こういう場所で、行えるのは本当に光栄だと思っていて、9年ぶり のアートパフォーマンスになりますので皆さん楽しんでいってください。ちょっと今回昼とはちょっと違うのは、ライトアップをしていろんな色でこの風景が変わっていく、そしてこの風景から皆さんの、いる顔も、皆さんのいる場所も全部が変わっていくという作品になってますので、そういった風景を楽しんでいただくように、いろんな高さから皆さんが、この風景を見ていただくようになってますので、ぜひいろんなところから見ていただければいいなと思っております。でちょっとお願いなんですけど、今結構前にこう撮られてて、後ろの方がほぼあんま見えない状況なので、今一歩後ろに下がっていただいてよろしいでしょうか。できることなら前の方は少し下がってもらうか、座っていただけると後ろの方がすごく見えるので、昼とは違って、光が変わっていくのと、このだんだんのこの色が変わっていくので、すごく、ドラマティック なんていうかストーリーが生まれてくると思います。で昼の場合、こう皆さんがこうすごい立ってしまうと風がこう遮られてしまって、ここに吹いてくる、吹き込んでくる風が、なくなってしまって、あまり上がってこなかったりとかしてたので、夜は今ちょうど凪の時間からこう変わりつつあって、少しずつ海から陸の方へ風が上がってくるような感じで、この見るにあたって少しずつ向こうこちらの方に戻ってくる、感じになると思いますので、ぜひゆっくりしゃがんで、もしくは少し離れて見ていただけるといいかなと思います。じゃあそれではこれから始めますけど、一回電気が暗くなりますが、皆さん足元ちょっと気をつけて、ちょっとゆっくり30分ほどのパフォーマンスを楽しんでいってくれればなと思います。じゃあよろしくお願いします。
綺麗ですので、ぜひ会場にも上がってみてください。上横下の距離は向かって左側の階段から上がってきていただきまして、降りる際には右側のスロープをご使用ください。リピーターや車椅子の方につきましては、どうぞスロープからお上がりください。
らは神奈川県民ホールです。ただいま、社会様によるアートパフォーマンス大巻真嗣メモリアルリバースを開催中です。ぜひお立ち寄りください。なお、上からの眺めも大変綺麗です。向かって左側の階段から上の方にお上がりいただけますので、こちらの方にもぜひお越しいただき、眺めをお楽しみください。写真、動画の撮影はご自由です。フラッシュを使っての撮影、三脚のご使用はご遠慮いただきますようお願いいたします。なお、6時半からアーティスト大巻真嗣によるトークも予定しておりますので、こちらの方もぜひご参加ください。
日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。これよりアーティストによるトークも行いますので、ぜひお聞きください。はい、はい、皆さんこんばんは。私は神奈川県民ホールの学園をしております中野と申します。本日はご来場いただきましてありがとうございます。シャボン玉によるパフォーマンス、大巻紳士眠れるリバスということで、まずはこの作品を制作をしてこういう演出をしました作家の大巻紳士さんを紹介します。大巻さんです。はい、ありがとうございます。皆さん本当最後までパフォーマンス見ていただきありがとうございます。作家のです。今日はですね、2時から昼間の公演としてこのパフォーマンスを行ったんですけれども、昨日まで雨が降ってましてね、この仕込み、皆さんカッパを着て我々仕込みをしたというのが、はい、今日晴れてくれてよかったですね。昨日の段階で晴れると思ってなかったので、皆さんこんなに集まってくれると思っていなかったので、本当に今日は良かったなと思ってます。ありがとうございます。皆さんのおかげでスタッフの皆さんありがとうございます。今日どうでしょう、昼間の、ね、太陽の光で、やったパフォーマンスと、こういった照明を、はい、照明家にお願いしてやったところ、そして大巻さんの演出、はい、どうですか、うまくいきましたか。ですね、昼間のパフォーマンスっていうのは、ちょっとまだ雨が降っていて、準備の段階で少しいろいろと打ち合わせができなかった部分があるので、はい、ちょっと昼間のパフォーマンスに関しては、明日楽しみにしていただきたいなと思っていて、はい、今日の夜のパフォーマンスは先ほどちょうど凪の時間で昼と夜がこう変わっていくその時間帯だったので、はい、一瞬風が止まっちゃいました。でそれでちょっと急遽ファンを入れたんですけど、はい、ちょっとそれで風が止まっちゃうともうこんなに高く上がらないのでどうしようかなと思ってたら、はい、風が吹いていただいて神様のおかげでいい感じになったな。はい、今現在のこの横浜の地区ではさまざまなアートイベントが行われておりまして、例えば今横浜美術館赤レンガ倉庫1号館、そして横浜市の廃校記念会館を使って行われている、国際的なアートパフォーマーアートの、イベントであります横浜トリエンナーレ、これがちょうど今開催されておりますけども、まさにこの大巻さんがこの作品を作られたのも、2008年、はい、この横浜トリエンナーレの参加作品としてこのパフォーマンスをちょうどすぐ歩いている大桟橋、そうですね、大桟橋が、あと、はい、その時どうですか、9年ぶりの横浜の地でのこのパフォーマンス、感無量というか、アート作品を、9年間続けられるっていうのは本当に良かったなってまず思います。というか、そういう作品がこう9年間続けられるかどうかっていうのは本当にわからないので、いろんな世界各地、日本いろんな土地へ行ってこういうパフォーマンスをやってくださいって言われて、でいろんなことをやってる間にまた戻ってこれたってことにすごく嬉しいなと思っています。大巻さんはこの作品を、日本のみならず世界各地で、発表されているんですけども、その土地と、シャボン玉っていうそういったつながりっていいますか、土地の人といろんなこうその土地柄とか、はい、そこに、住んでいる皆さんとかそういった方々とコミュニケーションを取りながら出、はい、されていると思うんですが、いかがでしょうか、横浜の、ですね、横浜はね、本当もう100人ぐらいのボランティアの方がその2008年の頃、最初は安田君っていうちの、メインのスタッフがいるんですけど、彼が一人でこう押して、一人でこうなんかこう用意をして片付けて夜中まで朝までやってたんですけど、1人増え2人増えで100人ぐらいの方々が手伝ってくれるようになって、今でもそのボランティアの方が一緒になってワークショップやってくれたり、今日もここに来ていただいたりとかして本当に嬉しいなと思っているのと、横浜の地って本当にこういろんなものが発祥の地が多いので、そういった意味でこういろんな場所でやりながらその歴史を確かめていく、その歴史の場所を知っていくっていうのですごく面白いパフォーマンスになっているかと思います。で今日はそういったものも含めて全てこう久しぶりにこうなんかこう空間をそういったものを全て含めてこう飛ばしたいなっていうか、そういう気持ちがあったので、はい、今日はド派手に約100台のシャボン玉の機械と、で今まで
横浜ではこういうライティングアップはしてなかったので、今回初めてこういうライトアップのものを、見せることができて、すごい嬉しいなと思います。100台っていうのは結構多いですね。そうですね。普通は50台から70台ぐらいやるんですけど、100台をやると本当にオペレーションが大変なんです。はいはい、まさにこの作品は大巻さんを中心に、スタッフの皆さんが、シャボン玉のマシンを配置とかいろいろこう、やりまして、そこでまさに今日、そのシャボン玉が、今日ご来場いただきました皆さんとコミュニケーションが取れたかなという感じですかね。そうですね、本当にこのシャボン玉のパフォーマンスって 見ると派手ですごいんですけど、それにはすごい労働が課されているわけですよね。でこれは世界中っていうか、先ほども話したんですけど、これをメンテナンスをして次の場所の人たちにバトンをつないでいくっていうところで、かなり皆さんこうこの手伝ってくれる方々が次の土地、見知らぬ土地に対しての思いを込めてこのバケツに乗せてこう運んでいくので、ついこの間な、毎年1回やってるんですけど、石巻だとか、震災の後にいろんな、地域を回っていくプロジェクトも今やってまして、特にその震災の時に瓦礫を処理した生産商社の会社から依頼を受けて、僕らもそこになかなか関わることができなかったんですけど、その人たちがこうその瓦礫を処理してしまって、その土地の人たちがどうやって暮らして今どうやって暮らしてるんだろう、で自分たちがそこで皆さんと一緒に瓦礫を処理しながらリサイクルして、はい、そこで得たお金をどうやったらそのまた返していきながら自分たちがそこの人たちとつながっていくことができるだろうっていう、リサイクルっていう一つの問題っていうか、こうただ処理して何かを変えていく、エネルギーっていうか、それを転換させて一つの何かに変えていくだけじゃなくて、自分たちが得たお金、自分たちが得たことを何かしらこう自分たちの体でもう一回返していくというプロジェクトにもなっています。はい、今夜このメモリアルリーバーシャボン玉によるパフォーマンス、皆様お楽しみいただけましたでしょうか。明日の2時にも昼間のパフォーマンスとしてこちらの同じ会場で行いますので、また昼間の太陽の光でのシャボン玉のきらめきとお楽しみいただければと思います。大巻さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、これをもちまして、はい、パフォーマンスを終わりたいと思います。皆さんご来場誠にありがとうございました。ありがとうございます。明日もぜひ2時、昼の部完成祭をやりたいと思いますので、ぜひ集まってください。よろしくお願いします。